今年の文化祭、うちのクラスは演劇をやることになりました。題材は今流行りの異世界ものです。みんなの配役はもう決定してるから、あとはプリントで確認しといて。これ前から配ってて。なあなあ、お前何だった？俺勇者だったよ。俺魔王だった。これやべえよな。てかこのセリフ超恥ずかしくね。なあ、まあいいんじゃない、適当にやろうや。そうだな、適当にやろうや。そして本番当日、ケラエ魔王セイクリッドレイ。甘いぞ勇者、ダークネスランス。何これ、マジで魔法打ち合ってるじゃん。最近あの二人見ないなーとか思ってたら、この日のために異世界行って仕上げてきてるじゃん。プロ意識高すぎない？後でちゃんと進路相談しよう。